連日マスコミが騒い、だんだんこれからあの旧統一協会の方からしてみると、めちゃくちゃ叩かれまくってんで、これだと絡んだマスコミ全部バラすぞ、なんていう話が出てきたりとか、米子市の市長さんが、2回ほど市の統一協会系の イベントに呼ばれてお話をしたということでいや、市民に呼ばれれば行くのは当たり前です。それは確かにそうでしょう。えー、今現状で反社会的な勢力として認定をされていて実際に犯罪行為を犯しているんであれば、市長がその団体のイベントに行くのは当然問題だと思います。昔に強引な霊感商法とかそういったもので問題を起こしてたとしても、ある、まあ、反省をして、 えー、そして、えー、そういった強引な勧誘をやめてるということであれば、ここ数年で統一協会系の何かが、えー、重大な犯罪を犯したとか、そういった話は聞かないし、現状で警察が捜査に入ってるとか、えー、そういった話も聞かない中で差別をするのはおかしいんじゃないかと。 まあ、さらに、米子市長がすごく突っ込んでいたのは、過去に犯罪を犯した人。まあ、僕もそうですけど、懲役刑を食らって、刑務所にまで入った人間も、えー、そういった王とは全く絡めないのかと。えー、それはおかしいでしょうと。公正をして、まともな市民として活躍をすること。これは社会にとって僕はすごくいいことだと思うし、社会はそのようにして動いております。刑務所に入った人の再犯率は50%と言われておりまして、 それは今のマスコミのように昔過ちを犯した人や団体を何の根拠もなしに叩きまくっているこの傾向、それをしかも良しとしているマスコミだったりとか、左翼系の安倍側の人たちだったりとか、一部の YouTube とかが伸びているインフルエンサーだったりとかがですね、統一協会を叩いているのは、 おかしいんじゃないかと。山上保義者が統一教会の信者だったかっていうと、お母さんが信者だっただけでですね。まあ、お母さんは過去に巨大な額のお金をまあ寄付しちゃってですね。まあ、一族すっからかんになって、それを逆恨みしてるわけですけれども、それと、えー、統一教会の過去の霊感商法の問題、それを今に持ってきて、統一教会と絡んでたら、重大犯罪者みたいに叩く風潮というのは僕は前からおかしいなと。 え、ずっと言い続けてきました。まあ、実際にそういった動きが政治家の人たちからも声が届いている。え、自民党の二階さん、え、伝報をお願いされれば別に反社とかじゃなければ、それはやるよと。選挙の票になるんであれば、犯罪を犯してない反社会的勢力でもない市民の人たちから応援しますよと言われたら喜んでいきますよと。まあ、実際確かにそうだと思いますし、え、自民党の政治家に限らず、立憲民主党の政治家も、 え、他の党の政治家も統一協会系の団体から票をもらってたというか、選挙応援をされてたっていうことは、続々と明るみになってるわけで、その辺の問題というのは、分けて考えなければ、えー、僕はいけないんじゃないかなというふうに思います。そんなこと言ったらね、公明党の支持母体である総科学会なんて、えー、戦前は初代の会長が、 治安維持法違反。まあ、これは正規の悪行と言われておりますけれども、捕まって、極中で極死をしております。二代目の会長も、実はその時に捕まって、戦後すぐ、えー、創総学会の勧誘というのは、めちゃくちゃ強引で、社会問題化したこともあるし、えー、今の池田大作さん、会長が、が、もう会長になった時代もですね、強引法で、えー、ガンガン勧誘をしてて、社会問題化してた時期で、じゃあ今総価学会をカルトだとかって言って、叩く人がいるかっていうと、何十年も経ってるから知らんよっていう話になってるわけじゃない それはおかしいよねっていう話です。で、たまたま安倍さんが悲惨な殺され方をしたから、それで統一教会だけを叩くっていうのは僕は変な話だと思いますよ。キリスト教だって2000年前は邪教として扱われてたわけですよ。ローマ帝国から最初は邪教だっていうふうに扱われていたし、イスラム教なんてあのアメリカで悪魔の歌っていう本を書いた人がつい、 この間襲撃されましたけど、えー、その手の勢力の人たちから狙われたわけで、まあ、それ以外考えられないですよね。じゃあイスラム教の人たちを一緒くたにして叩くのがいいのか そうじゃないですよね。こう、総合的に考えて、叩くたか、叩かない。みんなが叩いてるから叩いていいんだ。いじめと一緒じゃないですか。僕は今回の統一協会の昔の霊感商法だったりとか、強引な勧誘手法に関しては、問題はあったと思いますよ。ただ、今現状でそういった警察が捜査を進めて、実際に立件したとか、そういったことが今現状で出てきてもないのに、国民総出で,で統一協会を叩いたり、統一協会にちょっとだけ、 かかってただけで、お前は極白人だみたいな感じで叩かれる風潮というのは、まあちょっと怖いなと思うし、一部のインフルエンサーがそれを助長してるのも僕は許せない。あんただよ。